今回はね、堀之内駅に来ております。堀内駅です。今回ね、紹介します駅は堀之内なんですが、ちょっとね、本当はね、今これ映ってる向こうのね、普通列車に乗らないといけないんですよ。まあ、一旦改札出て、まあ、出るっていうか、まあ、今回ね、そして堀之内駅紹介で、その後ね、県立大学で、その時、京急大津でね、一回来たりするんでね、結構直されすぎてるんですけど。まあね、堀之内はね、KK61 ですね。京急線でも結構末端の方です。快特列車はね、ここまで快特で、ここから先にはもう各駅です。普通です。まっすぐじゃないか。駅前はね、衣笠方面のバスとか出てますね。ではね、堀之内駅、紹介していこうかなと思います。堀之内駅は、京急電鉄本線の駅でございます。失礼しました、京急電鉄の本線と久里浜線の起点駅でございます。駅番号は KK61 でございますね。堀之内と聞きますと、多分関東圏だと京急線以外にも京王線にもね、堀之内駅があります。ですが今回ね、京王線の方は京王堀之内でございます。そこはご注意ください。今回はただの堀之内、京急電鉄の方です。そこはご注意くださいね。堀之内駅は、まあ、住所は神奈川県横須賀市三原町3丁目というところですね。三原町かな、3丁目というところにあります。ホームの数が2面4線で、乗車人員は1万152人ということで、持っている以上に、ね、乗降人員が少ない駅で、ございます。塩入りとか、ここはちょっと比べちゃ悪いかもしれませんけど、塩入りと比べますとちょっとね、乗車人員は低い感じです。でもなぜここね、重要な駅、まあ快特も止まるほどの重要駅なんですが、ここはね、ちょうど京急本線の浦賀方面と京急久里浜線の、まあ、京急久里浜、まあ、久里浜とか三崎の方口方面との分岐点でございますので、まあそういういわゆる乗り降り、まあいわゆる堀之内駅を単純に、利用する方というよりは、乗り換えの方が、ね、多いという感じでしょうか。まあ、浦賀方面ですと馬堀海岸とか、京急大津とかあるんですが、あと浦賀ですよね。浦賀は、まあ、普通に浦賀の周辺とかね、にも人は住んでたりで、結構あそこから浦賀発のバスとかもありますし、馬堀海岸の方ですと防衛大学校とかも、ね、あるので利用は、ね、多いかなと思います。あとまた久里浜線方面ですと、京急久里浜という、まあ、いわゆる横須賀市の久里浜地区の塩ターミナルとか、とその先の岬ですね、三浦海岸、まあ、三浦市の中心はどこなのかちょっと分かんないですけど、まあ、一応三浦海岸とか、あとは岬方面の入り口であります岬口方面、そっちの分岐点でもあります。また当駅は、京急久里浜線の、起点駅でございますので、駅ロコストは、ちょうど0キロ、また本線ですと品川から約 52.3 キロとの地点でございます。
本線ですと、品川方面ですね、横須賀中央方面に県立大学、浦賀方面には京急大津駅があります。県立大学まで 1.2km、 京急大津まで 0.8km です。久里浜線はの、まあ、京急久里浜三崎口方面に新大津駅があります。これ 800m 先ほどですね。歴史は1930年、横須賀堀内鍵駅としてね、開業しました。現在の位置より横須賀中央寄りに 180m ほどの地点にあったらしいということです。1936年に駅に昇格しました。また当時、湘南電気鉄道でございましたが、1941年に京浜電気鉄道に合併、翌年には東京横浜電鉄が、京浜電気鉄道を吸収、その後ね、その年であります、1942年12月には久里浜線が久里浜駅、まあ、現在の京急久里浜まで延伸しました。1948年にはね、京浜、急行電鉄が発足し、久里浜線並び本線も京急電鉄となります。それによって当時の京浜急行電鉄の駅となります。1961年に駅名が横須賀堀内から、堀之内駅に改称。1999年には特急停車駅から快特停車駅へ昇格。2008年には接近メロディーを導入し、カモメが飛んだ飛んだ日が採用。2017年には新駅舎が改築されたという経緯があります。ですので、もともとここ特急のみだったんですね。で、快特も多分横須賀中央出るの、次は久里浜に止まる感じだったんですかね。ちょっとわかんないですけど、そんな感じだったと思います。わかんないですけどね。当駅ね、島式の2面4線のね、1両でございます。傾斜地には立地します。改札口はホームが下にある感じでして、駅の裏側方面型で本線と久里浜線が平面交差するところでございます。まあ、その方面、あの平面交差しても、まあそんなに問題にならないというレベルですね。そんなに本数も多くないので、普通と特急並び快特が基本的に走ってて、たまにもう朝にね、モーニングリング号、夜にイブニングリング号、まあでもそのままこの区間は快特で名乗っておりますので、まあそんな感じでございますので、特にそこまで問題はね、小さいのかなと思います。まあ、留置線などは、そういう設備はなくて、横浜、品川方面に直通するのみでございます。これはね、本線並びに久里浜さんは最終的に横浜方面、品川方面にしか行けない感じです。ですので、浦賀発京急久里浜駅という列車は設定されてはおります。ですがね、回送列車はね、本線上で折り返すこともあるということですね。快特や特急のほとんどが、久里浜に向かいます。で、快特列車は全てです。特急の一部が、まあ、裏側からの特急もあるので、ちょっと全部とは言えませんが、一部あるかなって感じですね。普通のほとんどが、裏側に行きます。でも一部ちょっと京急久里浜駅がね、数本あったかなって感じですね。相対式ホームである2面2線の構造です。ではね、乗り場案内です。1番線が本線、浦賀方面ですね。浦賀守海岸新大津です。2番線が久里浜線の京急久里浜三浦海岸三崎口方面。3、4番線が上りの横浜品川金沢文庫横須賀中央方面です。ではね、一応今駅名表映ってますが、これは京急本線との行き先ですね。当駅一応 KK61 です。次の新大津が KK65 になってますね。60、あ、これはすいません、これ久里浜線ですね。では次、映像になります。入場します。35分発ですね。タイトなんですよね、うちのチャンネル。まあ5分ぐらいあるからすぐ戻れるんですけどね。この地域ね、どうも木永方面、木永方面、あの JR 交差点ですけど、そっち方面のね、バスとか出てるっぽいですね。まだこれ、多分これが1分後なんでね、
とはいえね、海賊特急も、イブニングリングかな、のみ停車駅です。ホーム狭いんでね、入線時は気をつけてください。まだ多分出発じゃないはずです。これがね、旅そのチャンネルの大変さですね。発車かだと思ってね、飲みます。多分これ本能寺駅の紹介動画の部分になってると思うんですが、ここね、左に安全速度があるんですね。こっち久里浜線の列車がね、久里浜線から来た列車がここに入ります。なので、特急快速とかですので、スムーズに入るために安全速度ですね、これが、ね、ないとスピードを落とさなきゃいけないという決まりになりまして、まあこれ万が一ね、まあ、行き過ぎてポイントでぶつかったらもうまずいんでね、だからそのために安全速度なんですけどね。まあ、他にも京急線の駅では結構あったりしますが、ないところは結構速度落として入線っていう感じですね。まあ、これ本日の地域側のね、山があって、まあ、こんな感じですね。まあ、これ特にね、もう本当に家なんです、ね、で一応ね、当駅は地面要請かな、これは何だろう、どうかわかんないですけどね、はい、特急三崎口行きですね。ここから京急久里浜から、あ、じゃあ失礼しました、堀之内から各駅に停まっていきます。途中ね、新大津、北久里浜、京急久里浜、YRP のみ、京急長沢、津久里浜、三浦海岸、三崎口という順にね、停まっていく感じです。まあこ、まあ、一応久里浜線内でね、通過運転するのはモーニングウィング号のみで、それも確かね、三浦海岸の次はもうね、もうここ堀之内すら通過してね、横須賀中央という感じですね。堀之内も一応ね、通過列車、朝だけここかな、ここの線路を通っていく感じでしょうか。って言ったらね、私の乗る特急青戸行きですね。まあ、今回のね、もう堀之内駅の紹介ね、なんかどうなってるかわかんないですけど、一応ね、乗っていこうかなという感じですね。まあ、今回はこの辺までです。ご視聴ありがとうございました。まあ、一応乗車しましょう。こちらですね、堀之内駅の、外観ですね。まあ、最後にってなってますが、ちょっとね、まだ申してないんですが、2003年から実は乗車人員なのかな、乗車、乗降人員がちょっと年々減ってますね。ちょっとずつですが、一番1000人ぐらい減ってまして、コロナ前の2019年には12,254人で、まあ、コロナ時期は9,547まで落ち込んだとのことです。で、次、駅周辺の話です。当駅一応バスターミナルはないのかな、ないようですね。ちょっと本当に駅前実はね、実際に思った以上にしょぼいと言ってはいけませんが、快特停車の割にはなんかそこまで広げた感じではないんですよ。まあ、そんな駅なんですが、北側にね、幹線道路の北側に 200m 歩道先にある国道134号線でバスターミナルがあるということですね。観光地っていうか周辺には何があるかというと、横須賀市立海別り公園、横須賀青果市場、春日神社、横須賀三春郵便局、横須賀市立山崎小学校、国道16号、国道134号、堀内小英会、横須賀 市下町浄化センターというのがあります。で、まあ、ここからね、実は国道16号線が裏側の方向に向かっていく感じなんです。で、国道134号線というのが出てきました。これはね、
本能寺というか、まあ、横須賀の本能寺付近から、三崎の方、三崎口まで行きますよ。三崎口まで行きますけど、三崎の方まで行かないんですけど、まあ、三崎口の駅前を通って葉山、逗子、鎌倉、藤沢、平塚かな、藤沢、土ヶ崎、平塚をね結ぶ国道なんですよね。海側ね、進んでいく、国道ですね。そうかな、そうですね。あ、で最終的に大磯町、まで行く国道です。まあ横浜じゃない、神奈川のね東部の、南東部といった方がいいでしょうか、主要な幹線国道って感じですね。まあ唯一の国道かなって言ってもいいぐらい、重要な道路かな。大体まあ土日はね混むような道でございます。ではバス路線について話していきましょうかね。堀内駅からは、堀23、立野団地循環、絹30、絹ヶ崎駅、ルバンのラビン横須賀店、リビンドシャトルバスというのが出ております。堀内というバス停からは東方面に22、堀22の防衛大学校行き、堀23の立野循環、S24 の、走り水経由の観音崎行き、 S26 の浦賀駅経由のかもめ団地行き、 S28 の補給日のみでございます。休日日中のみの観音崎自然博物館行き、西方向には S22、S24、S25、S26、S27、S28 の、米ヶ浜経由横須賀駅行き、これ18台までです。 S22、24、27これ日の出町経由、これ18時台以降です。横須賀駅行き、北方向には、絹30の絹ヶ崎駅行き、南方向には絹30の、堀内駅行きというのが設定されております。隣駅は、もう一度言いますが、栗浜線が、新大津でございます。こっちがね、栗浜線方面です。こっちには快特、特急、普通が、とこんな感じです。モーニングウィング号は通過駅、イブニングイング号以外、は、イブニングイング号以降の種別は全て停車となります。京急本線ですね、上り方面、横須賀中央方面ですと、快特は快特並びに特急は堀之内を出ますと、次は、横須賀中央です。特急も同様です。普通列車は、堀之内の次は県立大学となります。イブニングイング号は下りのみでございます。ですので、特に、まあ、下りからですと横須賀中央、堀之内、新大津という感じです。モーニングウィング号は通過です。で逆に言うと浦賀方面でございます。京急電鉄の浦賀方面は、県立大学を出ます。出まして堀之内に止まった後、次は京急大津です。浦賀方面にはあと普通以外だと、あと特急もあるのかな。特急もそうなんですが、京急大津に止まる感じでございます。各駅なんですよ、ここから先は。まあそんな感じですね。まあ今回はちょっとね、少々長い動画となりましたが、ここまでのご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお待ちしております。次回は続いて京急電鉄のね、県立大学駅。県立大学を紹介しましたら、京急大津、守り海岸、浦賀という順にね、進めてまいります。それ以降はちょっとね、また別の企画の方の駅紹介、まあ一応駅紹介の順列とまず続編になりますが、投稿します。まあそれはちょっとね、いつ頃、10月の中、まあ多分今、この動画が投稿されてるのは10月の上旬になると思いますが、その動画がね、新シリーズではないですか、そちらのね、動画が投稿し始めるのは多分10月の中旬以降になると思いますので、少々先でございますが、お少しお待ちください。ここまでちょっとね、思った以上に長くなりましたが、ご視聴いただきありがとうございました。また、県立大学の動画でお待ちしております。